ジーザス、エブリワン、クリスチャンブロガーのキートンです。クリスチャン女子大学生のマナティです。はい、というわけで CGN TV に来ておりますということで、すごい、はい、めっちゃ綺麗じゃない。マナティは初めてだもん。あ、そう、初めて来たんだけど。そうそうね、僕はあの前に来たことあるんですよ、クイナビっていう番組で。あ、そうそう、こちら、ね、そう、撮影させていただいたんですけど何でも差し込む、はい2人で来るのも初めてですね、完全にね初めてだし、うん、さっき2階の事務所に行って行ったんですよ、うん、すごかったね、芸能人かなって。いや、ほんとそう、もう見る目がファンの、ファンティですかめっちゃ気分良くなりましただからちょっとテンション高いのね、今ね。浮かれてるんです、ありがとうございます。はい、というわけで、まあ今日は何をするんでしょうか。20回放送記念して、新大久保で食べ歩きツアーご褒美企画です。やったー。そう、新大久保に行くって妹に言ったら、うん、うわー、お姉さんのための企画じゃんって言ってましたたらふく食べれるからね。はい、今日は5キロは増量していこうと思います。おいおい、目標どうした。目標美味しいも食べていきましょう。はいはい、というわけで早速行ってまいりましょうか。それでは、行こう。よーよーキリスターク、皆さん、もう素晴らしい韓国料理のレストランにCGN TV の方々が連れてきてくださいました。皆さん、やったー。家めっちゃあるよね。私は今日食べれるということで、前日の6時半から何にも食べないで来ました。耳がなんか鳴ってます、今。お腹すぎて。大丈夫それ。いえ、大丈夫じゃないです。ガチさがすごいんですよ、本当に。まあ、僕も今お腹すいてるんで、もう、はい、今日はたっぷり食べます。食べましょう。食べていこうと思います。はい、食べましょう。お祈りします。お祈りします。愛する天皇様、今日こうしてみんなで、ご飯を食べに来いということを感謝します、ね、今までの振り返りとかもしますけれども、本当に良い感謝で記念して美味しくご飯が食べられますように導いてください。この時を感謝して CBS を務めやって感謝いたします。ありがとうございます。本当はね、ニータスも連れて行きたかったんだけど、今日来れないということで。ニータスごめんね、私たちは食べるね。コンベ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 、ウーロンが効いてます。ウーロンが効いてるじゃない。めっちゃいい肉やん、これ普通にプライベートで。これやばいっす、この肉。この油の乗り方がやばいでしょ。すごい、めっちゃいいよ。頭がクラクラします。これやばいわ。食い散らかしてやりますよ。それ言ってはい、食い散らかしてやりますよ。何一緒に言わなきゃいけないの。せーの、食い散らかしてやりますよ。何これ。そう。はい、お手を合わせて、キリスト様に感謝。CGN TV の皆さんに感謝。手を合わせて、いただきます。何だろうな。何それ。知らない知らないそれ。じゃあ、これから行こう。うん。次でも自分で食べれないもんね。うまー。これ小麦でしょ。うん。小麦です、次だね。マテストよー。切られた。うわ、ここは太いね、サムギョプサルは。めっちゃ美味しそうね。これはやばい。でもね、辛くないからいいわ。あ、そう。うん、美味しすぎて泣けます。ありがとうございます。視聴者が不安定だ。視聴者の方もいつも応援してくださるおかげで、こんな美味しいものが食べれてると思ってますので、本当に、ね、ありがとうございます。やばいね。あ、目やばいよ。無理、辛い辛い、あ、無理だ。俺は食べなさい。なんでなんで俺だけ命令させるの。うまっ、うまっ。あ、美味しい。だんだん来る、うん、辛くなる。あ、だんだん来る。すごい、おお、パワーみたいな。やばすぎる、お肉だ。そのまま食べる。違う、何も知らないんだから。じゃあマナティがやってくれます。まずパンチを取ります。なるほど。で、お肉をこうやって乗せます。はい。で、こういう野菜とかを中に入れて、で、このタレ
とこういうのとかを塗る。あーなるほど。で、まあ、お好みでそこら辺のお漬物も入れるけど、はいはいはい、まあ、私はこのままこうやって包んで。なるほど。なるほどね、もうお手本が。こっち、みんなこっち。スマホで、スマホで。もう何言ってるか全然わかんないよ、もう。一つも分かってないよ、今。一旦シンプルに。これ、入れてる、入れてる。ちょっといっぱい入れると美味しい。なるほど。じゃあ、これつけるの？これつけないの？つける、つける、つける。つけるから、ちゃんと。うん、めっちゃ柔らかっ、うん、うまっ、これめっちゃ美味しいね。めっちゃうまっ。ご存じなかった？存じなかったよ。うまっ。めっちゃ美味しいからこれ、うん、すっきキーストーク20回って聞くとすごいやった感がある。やった感あります。5ヶ月ってことですよね。いやめっちゃ頑張ったな。この音よく喋ることそんなあったね。20回確かにね。初めて見た人だけは見てほしい回みたいな。あ、私はねコメント返し。どっち？どっちも1回目でも2回目のが深いけど、うん、なんか軽い感じで見たいなら1回目のコメント返しで、ちょっとクリスチャン考えを知りたいなら2回目。1回目なんか薄く広くみたいな、うん、いろいろ。2回目の回は私たちの考えでしかないけど、結構あクリスチャンってこう考えるんだみたいなのがいろんな人に面白いんじゃないかなって気がして、アイドルについてどう思ってるかとかさ、インスタ界が爆伸びでしたね。いやあれすごかったよね。なんで？わかんない。手応え的にはそんなでもなかったね。だって3000とか言ってさ。いやそうそうそう、めっちゃびっくりした、びっくりした。キートンは印象に残った会話。歌詞会とかじゃないですか。打ち上げ歌詞会だからあれすごいなんか環境あったよ。コメントはすごい。クリスチャンじゃない人から見てもなんかキリストすごくねっていう、だからそういう意味でいいかな。まあクリスチャンにももちろん励ましになるし、どっちに対してもいいかなっていう。裏話としてはキートンのカットされた歌詞が一個あって取り直したんですよ。でもそれやばくねみたいなやつ、ね、いやそうそうそう、もうありました、そういう話も。周りの反応が良かったのもやっぱりコメント会だったんだよね。あ、だいろんな角度から話が聞けて面白いみたいな。あ、そうだからいろんなトピック扱うからみんないろんなの味わえる。うん、面白かった。それはある。お酒の会でさ、マナティに対してさ、有罪感覚でジョークでやったやつ、俺はすごくいいなと思ったんだけど、はいはい、うちの編集チームの女子たちはこれはちょっと良くないって言って、はい、そしたら協会の女子たちも良くない。うちの協会の女子たちも、まあまあまあ、ヒットひどくない？ひどくないってみんな言って、マナティがかわいそう、マナティがかわいそうって守られました。袋叩きやったね。俺もこれなんか良くないなと思ったんですよ。言いながら、そう言いながら、これは怪しいなって。いや思いました、どうせカットされるだろうなと思ったら疲れてたの。いいねよ、頑張ってほしいなら。いやまあ向こうがいいって判断したらいいかなって。判断したのは俺だけだったっていう。マジっすか。少数派が採用されたんですよ。協会女子たちがその司令杯堂で見てたんですよ。 2,3 人とかでこう小さいスマホで見ながら見てて、マルティ見たよって、マルティ気持ちわかるよって、正直でいいよね、キートンひどいよね、あれ見せ方だよね。タイミング悪すぎない？何よりによってその回を見るの。みんな反省しました。もう出ちゃいましたけどね。今後気をつけましょうね。いや失礼しました。申し訳ありませんでした。私なんてね、もうめちゃくちゃカットされてますからね。細かいボケをさ結構入れてるんだけど、キートンが拾ってなかったり、絵だけだとちょっと分かりにくかったり、編集の時間がなかったりとかで結構ね細かいボケカットされてんだよね。顔編集して何回も見ると、こうマナティボケてキートンにこう目をこうやって入れてんのにキートンこう無視してる。そうキートンにたくさん無視されてた。いやいやちょっと待ってくれよ、俺すげえ頑張って拾ってると思うんだけど。みんなに言われる。マジでお父さんにもお母さんにも牧師先生にも、キートンあんな細かいボケまで全部拾って。いやそうだよマジで。それちょっとぐらいこぼれてもしょうがない、網から大変なんだ拾うの。あれ最近私キリストーク全部見直してコメント見直したら、キートンのツッコミ最高、吉本興業出身ですかって来てるの見ました。え何それ。やばくない？知らない、それ知らない。最近見てない。最近何そのコメント。これ芸人だと思われてんの元。嘘でしょ。マジで NSC 出身ですか。違いますね。小学生の頃ちょっとお笑い目指した頃ありましたけど。小学生かい。めっちゃ受けるんだけど。受けるか。来ましたよね。クリスチャンブロガーなんだ。
そうですよ。嬉しいでしょ。複雑だわ。それだけたくさんコメントが来てるってのもありがたいね。ありがたい。コメント来るとマジ嬉しいよね。嬉しい。追加されたってすげえ嬉しいよね。え、キーとワラとかでもいいんだよ。それ気になるけど、もやもやするけどね。吉本興業のコメントは、はい、イケアの。いや、イケアのあのコントはマジで俺はめちゃくちゃすげえと思って。結構あれ評判いいんですよ、あのコント。あのコント打ち合わせも何もしなくて急に始まったからね。まあそうですね。いや本当急でしょ。急に始めるからマジで。褒められてる。もしかしてこれは褒められてる。褒められてる。もしかしてか普通に褒められてる。ケアの会はもう編集がめちゃくちゃ大変で。長かったですもんね。いやドライブトークがやばかったです。ドライブトーク。2時間ぐらいありましたね。しかもマナティが延長するからずっとぐるぐるイケアの周り運転して回って。最後に話したすぎてあの第4次元についてあの5週ぐらい追加でずっとイケアの周り回ってもらってたんですよ実は。反響はそんなくらいですか。私の昔のクリスチャン仲間来るかなと思ったけど、うん、何一つ来なかったからあバレてないんだって思って幼馴染とかは意外と見てくれてるって見てるよとか、知らない教会の人がマナティ見てますとか言ってくれる。あそうキャンプで出会った人とかそれすごいよね。マジで芸能人だよ。楽しいよ。だからこの前は帰省したのね、うん、でそこの教会に行ったらそこのご婦人が来てスキートのおじいちゃんたちがみたいな。いやそう教会の先生から言われて、いつもいつもケンチャカムサカムイじゃん。なんで韓国なんだ急に。強くなって嬉しいね。いやね、みんながいつもコメントしてくれて嬉しいですよ、ね、もっとして欲張りですから、もっとして、うん、喜ぶからありがとうございます。俺ら毎回ほらさコメントしてくださいみたいな言ってるじゃん、うん、やれよ多分心から言ってるからね毎回。いやそう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 、お願いします。切実だからね。そう決まりきった文句文じゃないから。あ確かに確かに文句文引っかかるなもういちいち結構定型文。でマナティは間にのコメントが毎回ちょっと違う。そう、あれは定型文、定型な男。なんかやだな定型な男って。やだな肩にハマってんの俺。いや違う違う、定型文がいるからちゃんと自由にやれるんだ横で。なるほど、ちゃんと下がいるからできるんですよそこ自由に。何の顔だそれ。土台になっての肩破りですからね上で。2人とも自由にやったらもう定員オンエアだからこの番組。その顔腹立つな。その諭す顔腹立つな。2人ともボケに行ってまた収集つかなくなったやつありますからね。そうなんですよ。あれは本当はもっとあれ長くて元ネタではおもろと思ってこれを YouTube に流すのおもろって思ってやったけど巻き込んじゃったからさ。なんか腹立つな。今度キャルキャルもどっかで扱わせてください。いやー全米を賑わした。あの誰もが笑う、見たら涙ちょちょ切れる。ヒャルヒャルが今後期待。ハードル上げるの好きがいつも。ヒャルヒャルの動画を僕らチェックして次ストークになってるんじゃないって言ったのと、もう一人のディレクターは、はい、これキャンプだから許されるレベルなんじゃないか。めちゃシビア。放映に乗せるとなれば、もう彼本気の2倍は面白いものを出しますから。出たよ、一緒にやらせるぞマジで。そろそろ毎週コントみたいなもんなんじゃないの。よく言われるもんね、なんか目音漫才だって。うん、言われてる。あうんの呼吸ってやつですね。やかましいよ。マジヒャルヒャル楽しみ。新しいネタやるんですか、そうしたら。それともあるネタをやる。何かって勝手に、何で勝手に決めてる。そうです、彼は新しいネタやる。いやいやちょっと待てよおい。満足できる。これもいやできないけども。楽しみ。どうですか、お笑いは。私はやる気持ちはありますけど、あの本当に私がやると面白くないんですよ。いやそれは分かんないでしょ、やってみないと。本当に面白いんですよ、これ。持ってる空気感がアウトなんですよ、本当には。私はフリートークだと人を笑わせられるんだけど、コテコテのノリではしらけるんですよ。へぇ。逆にコテコテのノリが得意で、フリーは別に面白くない人もいるじゃん。俺かな俺のことかな言ってないじゃん、本当にネガティブなんだから。いや、チーバ君今俺に見させて。スクリプトが欲しい。あ、そう、スクリプト男なんですよ。やかましてだから。じゃあ台本があると逆にダメってこと。そう、あのね、彼のスクリプト男度がどんぐらいかの話。何なのその、そのメーター何なの。私はアドリブで毎回撮りたいタイプで、結構撮影前も何話すか考えないんですよ、うん、考えたらそこに持っていかなきゃって思っちゃうからボケられなくなるし。あ、制限されちゃう。そう、楽しくないのね、自分も。あだからもう結構撮影の2分ぐらい前まであはははって言って携帯見てるんですよ。お菓子食べておいしいとか言ってだけどキートはもうずっと考えてる。こうやってなんかメモにしたりとか、こうメモ帳に書いて、ね、
で、一回全部流れを決めたいってズームの言われたんですけど絶対嫌だと思っていやそうね、タイプが真逆なんだよね。そうそう、じゃあ絶対台本無理。俺緻密にもうめっちゃ練るタイプ、台本とか。それでもさ、よくそれで笑いとか入れられるの。あ、だからそれでもタイミングとか入れるんだよ、考えて計算してこう、全体をこう。でもそれなんか言わされてる感にならない？俺演じられるから得意、そういうの。イースター会がそうだ何にもないはずなのに、ここら辺を俺あれ前日にめっちゃリハーサーしてました。あ、そうなんだ。え、結構置いてなかったの、テーブルに。置いてないです。何も置いてないけど、ここ見てたじゃん。あたかもカンペがありますみたいな感じで。いや、そうっすね。リハーサルしたから。そう、流れをシミュレーションしてるんですよ。私リハーサルしてない、会話なんかあれ出すな。そう、なんか俺が準備した横でめっちゃなんか余裕かまして、はーみたいな。突然スイッチ入ってさ、なんかバーって喋るから。わざとミートスとキーとかめっちゃ準備してる時に、なんかもう用意できてる、もう用意できてるとか言って、ずっとリップ塗ろう。いや、悪いぞ。悪いよこれ。タイプ違うからこそ面白い部分あるよね、多分ね。そうね、私のこの型がないものを、うん、ヒートンのガチガチの型をビューミニョーンってって、なんとか一つの文字になってるんだ。何今の。もう今のが型ないもんなって、今の動きが。今の言ったこと分かった。だいたい雰囲気は分かったもん、うん、原型なさすぎるのと連携すぎるから、それがやって、なんか柔らかい餅ができてるんじゃないっていうね。だ、結構感覚あるでしょ。野球とかでもさ、なんかこう擬音語でめっちゃ表すタイプ。ウォーンとかさ、バーンとかさ。なんで分かんの私のこと。それが二人のタイプの違いです。スイーツ買ってさ、それをさスタジオに持ってってさ食べません？キリストーク。さあ皆さん、お腹はパンパンです。いや、まあ、8分目って概念がないの。1.5 倍食べる。15分目、うわっ。トゥーカロン食べる。トゥーカロン、チュンカっていうのは、マカロンちょっと太ったバージョン。韓国語でチュンカがぽっちゃりって意味っていう。そう、マカロンの韓国バージョン、チュンカロンって大きいマカロンが超流行ってるんですよ。そうなんだ。結構知ってるね。めっちゃ好きなんですヨジャドルが。ヨジャドルって何か知ってますか？ヨジャっていうのは女の子アイドルのドルと合わせて、ヨジャドルっていうのが女の子アイドルグループ。わあ、めっちゃ混んでます。本当に混んでます。平日でこれ、平日とは思えない混み具合です。すごいね。土日もってやばいね。いや、やばい、動けないんだよ。マジ？こことか埋め尽くされて、結構マジで動けない。なんかの食べなよ。逆に何があるの？いっぱいある。ワッフルとか、だから食べれないのもあるから、キートンが。なるほど。キートン用にトゥンカロン買って、うん、私用にまた違うのを食べたいと思います。ほら、ビンスもあるし、ワッフルもタピオカもスイートポテトもコーヒーもある。めっちゃあるの。やばい、こんなするんだけど。オレオビンスはオレオは食べれないもんね。オレオもそうだよ。オレオでもさ、小麦だからうまいでしょ。量によるやつ。あ、めっちゃあったらやばい。俺より濃いしかない。でかくね。でかいのかな、でもこれ多分。なんか丼みたいな。あ、でかっ。なんか、アイス。ドラの。すごくない？オレオソルビン。オレオビンス。ソルビン。食べていきたいと思います。いちごケーキでいう、いちごの部分だ。あ、そうそう。こちらの問題のリアクションを。問題とか言わないでください。じゃあいただきます。オレオ自体普段食べれないんですけど、うん、あ、うまっ。問題リアクション。おい、聞こえてるぞ。上がオレオの中、木の部分がこう振りかかってて、で下がなんかふわふわの氷になってます。めちゃくちゃうまいっす。おい、今日暑いからちょうどいい。暑いから寒い。寒いんじゃない？冷たくね？違う違う、かき氷があってリアクションが寒いとかっていうんじゃなくて、私がやってみます。このブラウニーのとこを食べていきたいと思います。うわ、こうスプーン入れるたらふわっとしてますね。この粉みたいなかき氷、ちょっとこのかき氷の部分だけ食べてみます。あ、ごめんなさい。甘い。
この氷ただの氷じゃなくてミルクが入ってる感じがします。うん、確かに。でふわふわしてます。口の滑舌が滑らか。食べてみますね。ブラウニーが濃厚、カリッカリで、ミルクのふわふわ氷がよく合います。いいの？ブラウニー大丈夫？ダメだよ、小麦だよ。めっちゃ小麦だよ、ちなみに。わぁ、罪の味。あ、ギルティだわ、これ。ギルティの味。ギルティだ。ね、マジで美味しいんだけど。え、皆さんも食べますか？いいですか？あ、いいですか？うん、めっちゃうまい。結構さっきお腹いっぱいだったね。無理かなと思ったけど、うん、2人で1人無理だよ。すごい要素ある。これ1人は無理。4ぶりぐらいありますよ、これ普通に。牛乳の氷なのでなんかね、とろけるんですよ。あんまりね、うん、頭に来ない、キーンってふわふわしてます。めっちゃ美味しい。消える、消えるよ。美味しそう。うまっ。私喋る。え、そう、私何にしようかな。行こう。行ってこう。楽しそうだよ ね。ソルティキャラメルとデジバン。これ本当に人気。YouTuber がみんなこれ食べてるんですよ。はい、すいません。はい。取りました。今からなんとスタバに連れてってくださるらしくて、マジで。ハレルヤ。新大久保の真ん中でハレルヤを叫ぶ。ハレルヤちょ反応してくださいよ。え、変わってますから。これ回してるんですか。回してる、回してる。オフのキートンになっちゃってね。ありがとうございます。買っていただきました。最後まで見たくないね。ヘブン、ヒューイズヘブン。行きますか。じゃあスタジオに戻っていきたいと思います。パイン。持たされて右手だけ冷たいから変な感じなんだよね。今アイスとホット持ってるんですよ。ありがとうございます。なんでホットコーヒー苦いの。え、アイスでも苦いよ。いや、アイスだもん、腹壊すんだよ。どうも。何が使われるかな、今の腹弱いトーク。どうでも、もうチーバくんファンなんだよ。これでかいな。でっか。2度目のチャンス。え、もう毎回書いてるんですよ。いや、美味しいですね。なんか今まで甘いもの食べてたんでちょうどいいです。コーヒーマジ美味しいよね。美味しい。スタバタ普段行けないかな、俺頼んないから。私が思うに、神様がいたら心がいつも安定してわけじゃなくて、神様は辛い時も寄り添ってくれるんですけど、なるほど、いつも祈ったらすぐハッピーになるわけじゃないじゃないですか。うん、そうね。そのために神様に祈りつつ、そのスターバックスとかそういう何かに他にも支えが必要だなって最近思うんですよ。なるほどね。言いたいことどうです？うん、わかるよ、うん。はいはいはい。苦難も通るからね、やっぱね。そう、うん。その苦難にはスターバックス。他のコーヒー店は行かないんですよ。あのね、スターバックスが一番好き。味の問題？そうそうそう。雰囲気じゃなくて。味なんだ。味だよ。私はプロだからコーヒー。やかましいよ。やかましいって言われる。最近強いですよ。いや、強くないでしょ。強い強い。強い。キータンのモットーは強めのツッコミこそが至高という。いや、でもやっぱりこれが NSC 仕込みのね。やかましいよ、俺もう。私めっちゃ方向音痴だけどめっちゃ自信あるんですよ。あ、そうそうそう、その法則あるよ。方向音痴の人に限ってめっちゃ自信満々に道歩くっていう法則あるの。自信満々だったでしょ。いや、結構ガチ、英語ガチですよ。ボケなんだと思った。ボケじゃない。本気であれ誰も褒めるなんて。いや、そうそう。呼んでた、私のこと呼んでたわ。もう、さっそうと歩いてたから。めっちゃケバブのこと見てた。でもケバブ見て、その先を見たときに、あれ、さっきの CGN TV がないなとはちょっと思って後ろ見たら誰もいなかった。キリストーク。今これですか。これじゃない。あれ、うん、今こっち来るの初めてかもしれない。今旬のいやいやいや。お二人か。
嬉しいな。いや嬉しいです、こちらこそそんな言っていただけて嬉しい。楽しい日だな。すごい日だね今日。いいもの食べてね、いい思いもしたあ、なんか噂とかで聞くことあっても、うん、直接言うことあんまないから、うん、狂っちゃったな、うん、嬉しい。羽生えてたもん、このタイミングらへん。だってさっきもさ、うん、写真撮りたいんですって言ってくれた。私たちと写真撮りたい。逆だったよね、普通は、ね、うんうん、いつも見てますみたいな。そう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 、頑張ってていいなって思う、うん、あれよかったなって思うね、うん、まあね、見られてんだなって。2500回視聴ってさ出ててもさ、誰がどのぐらい視聴してんのかで、もしかしたら1人で100回ぐらい見てる人がいるかもしれないし、全員2500人違う人ってわけじゃないだろうし、自分で3回ぐらい回してるし、どこの誰がどのぐらい見てるかっていうのは理解してないから、実際どのぐらいの県の人が見てくれてるかなって思うから、この言ってくださると、うん、見てくださってんだみたいな。いやそうね、実感になる。なんか字とかさ数字でしか見てないから、そう、それが実体験としてこう味わったんだからね、うんうん、なんかお腹もそうだし心もなんか神様が一緒に満たしてくれた感じがねしますよね。あ、ちょっとうまいこと言おうとしましたね、うん、やかましいわ。お腹もそうだし、おいおいおい、あすぐ小馬鹿にする。最後のミッションは、はい、私が今日ファンになってしまったある方に天からも私に行きます。皆さん、ここはどこでしょうか。実は私、今日事務所に来たんですけど、うん、ちょっとファンになっちゃった人が一緒にいて。マジでどういうこと。向こうもでもファンって言ってくれてたよね。あ、ですか。そう、マナティーでも。かっこいい人がいて。それを紹介します。CGN の局長です。かっこいいですね。カプトジンと申します。いつもありがとうございます。こちらこそ。わあ、皆さん、私ありがとうございます。ありがとうございました。かっこいいですね。いやー、はい、ね、行ってきましたね。もう今日の一日を単語で表すと、STM でしたね。STM？ はい。何 STM って？最高、楽しい、また来たい。略語ですかね。はい。STM すぎました。いや確かに。いやもうめちゃくちゃ食ったよね、もう。もうお腹パンパンです。いや本当そう思う。さっきズボンちょっとちぎれそうになって、うん、一瞬。かち安いパンツでちぎれそうになりました。ぐらい。いやそうそう。食べさせていただいて。なんかいろんなもん食べましたね本当に。はい。サムギョプサルと。いっぱい食べたね。あのかき氷なんだっけ。ソルビン。サルビンか。サルビンじゃない。ソルビン。ソルビンか。セルビンとかスターバックスとか、うん、トゥンカロンとか、うん、トゥンカロンお土産でいただきます。たくさんたくさんカムサムリだ。いやありがとうございます。あとまあ、うん、10回は頑張れます。もっといけんじゃない。あの本当は頑張れるんですけど、うん、11回目でもう1回やってほしいから。味を締めるなおい、もう贅沢覚えとくね。あ、じゃあ15回目頑張ります。で、ミータスも連れて今度は。あ、そうね、ご褒美はまだ早いと。はい、厳しい。今日はあの CGN の中にもちょっとねお邪魔してね、はい、はい、スタジオも見学することができました、うん、そうだね、皆さんもなんか来ていいということなので、うん、はい、視聴者の方だったら、はい、皆さんも興味ある方はぜひ。はい、というわけで、はい、はい、というわけで今回皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。この動画が少しでもいいと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。そしてまた何か扱ってほしいテーマがありましたらコメントにどしどしお願いいたします。皆さんの応援コメントが増えれば増えるほど私たちはきっと美味しいものが食べられます、うん、こらこら下心しかないです。嘘嘘、みんなのコメント待ってます。はい、というわけで、皆さんまた次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。近っ。